はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、都市施設について解説させていただきます。都市計画法で出てくる都市施設なんですけども、まあ、ざっくりとしていて、まあ、なんかイメージつかないなって方いらっしゃるんじゃないのかなと思います。これ簡単に言うと、都市に必要な施設って考えていただいて大丈夫です。で、重要なのは具体例ですね。こっちをある程度覚えておくといいと思います。まあ、道路とか下水道とか公園とか学校とか病院とか鉄道とか、あと役所だったりとか、まあ、いろんな建物がそうですね、もう都市に見られるような、もう街中にあるような建物、図書館とか、まあ、そういったものも都市施設になってきます。で、重要なポイントで言うと3つです。この3つをまずは頭に入れておきましょう。まず、都市施設っていうのは都市計画区域外でも定めることできますよってことです。これどういうことかっていうと、まず都市計画区域外っていうのは、イメージは山奥ですね。山奥で、山奥だったとしても道路とかってあったりしますよね。そこを考えたら、都市計画区域外でも都市施設って定めることができるって、これイメージできるじゃないですか。山奥でも道路ありますからね。また山奥に学校とかもあったりするんですよ。こういったところから、都市計画区域外でも都市施設っていうのは定めることができるんだなって、これイメージできますよね。これあくまでも定めることができるってなってる。これ任意なんですね。任意。つまり絶対に定めなければいけないわけじゃない。つまり絶対に道路作んなければいけないわけじゃないし、絶対に下水道作んなきゃいけない。そういったわけじゃなくて、必要に応じて作っていいですよっていう話です。で、二つ目。この丸ですね。丸っていうのはこの三つです。道路、下水道、公園。この三つについては、市街化区域と非線引き都市計画区域内では必ず定めてくださいねっていうようなルールになってるんです。これは義務です。必ず定めなければいけない。道路とか下水道とか公園は、市街化区域内では絶対定めなければいけないし、非線引き都市計画区域内でも定めなければいけないよってことです。まあ、大体、建物がたくさん建っているような場所っていうのは、もう大体市街化区域になってきてます。あと、駅の周りとか、まあ、駅から離れた郊外でも、住宅がバーって広がるところとかってあるじゃないですか。そういったところはもう大体市街化区域です。そういったところには必ず道路、下水道、公園作ってくださいねってなってるんですね。あと、非線引き都市計画区域。これっていうのは、都市計画区域内の中に、市街化区域と市街化調整区域ってあるんですね。で、市街化区域は今言ったように建物がたくさん建ってるところ。で、市街化調整区域っていうのはもう畑が広がってるところ。で、それ以外の区域ってイメージなんですよ。市街化区域でもないし、市街化調整区域でもない。つまり、建物がいっぱいバーってね、集まってるようなところでもなければ、農地が広がってるようなところでもない。まあ、ちらほら建物があったりなかったり、みたいなイメージですね。そういったところにも必ず、道路、下水道、公園定めてくださいねってことです。まあ、つまり、この二つっていうのは、それなりに建物があるんですよ。人が住んでたりもするわけですね。だから、道路、下水道、公園は作りましょうっていうふうなルールになってるということです。で、続いて、住居系の用途地域。これ必ず義務教育施設を定めなければなりません。まあ、これ当然ですよね。まず義務教育施設ってどんな施設かって言ったら、小学校と中学校です。小学校と中学校。で、この住居系の用途地域ってどこかっていうと、第1種、第2種、低層住居専用地域、第1種、第2種、中高層住居専用地域、第1種、第2種、住居地域、準住居地域、田園住居地域か、8つですね、8個。ここについては必ず小学校、中学校を定めてくださいねってなっています。この地域っていうのは、まあ、住居っていうね、言葉がつく通り、人が住んでるんですよ。人が住んでるってことは、お子さんもね、いらっしゃったりするわけだから、だから義務教育施設は必ず作ってくださいねっていう風なルールになっています。これも義務です。義務。絶対作んなきゃいけない。で、今回3つのポイントをお伝えしましたので、必ず頭に入れておきましょう。まず、都市計画区域外でも都市施設は定めることができるんだ。これはイメージとしたら、山奥イメージしてもらったら道路あるじゃないですか。あ、だから、ここから、これは都市計画区域外でも都市施設定めることができるよなと。あくまでもこれは任意だと。だから絶対に定めなければいけないわけじゃないよと。必要に応じて定めましょうっていう話ですね。で、二つ目は、道路とか水道とか公園とか、こういったところは、ある程度人が、いるようなところ、
人がいるようなところについては定めなければいけません。じゃあ具体的に人がいるようなところってどこかって言ったら、市街化区域内とか非線引き都市計画区域内、こういったところでは必ずこの3つ定めましょう。で、3つ目のポイントが住居系の用途地域、先ほどお伝えした8個ですね。8個の地域については、住居がちゃんと集まっている地域だから義務教育施設必ず作りましょう。小学校、中学校、作ってくださいねと。これも義務です。この3つですね、イメージしていただければそんなに難しい内容じゃないと思います。頭に入りやすいと思いますんで、ぜひ頭に入れていただければと思います。で、弊社レトスは個別指導を行っております。で、2月10日、今日までなんですけども、今日まで割引価格が適用となります。明日11日になってしまうと値上げになってしまいますので、今日までが今の割引価格でお申し込みいただけますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。